ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、 CT クロスツアーさんのアクションカメラ CT7000 という機種でですね、水中撮影をしてみたいと思います。川なんですけども、ちゃんとこう水中ハウジングをつけた状態でですね、水につけてみますので、でちゃんと撮れるかどうか、水漏れとかしないかどうかですね、検証してみたいと思います。それでは水につけます。はい、これでですね、水につけた状態で今撮影してみましたけども、見た限りですね、水漏れしてるところはありませんでした。非常にですね、信頼できるアクションカメラだと思います。クロスツアーさんの CT7000 番でした。以上です。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。マイクでした。はい、このクロスツアーさんのアクションカメラですね。先ほど、水中撮影をしてきました。CT7000 というモデルですね。それではですね、この水中のブラケットを外していきたいと思います。よいしょ。どうですかね、水がですね、入った形跡はないですね。このところがですね、ちょっと濡れてますね。しかしですね、この白いゴムの部分がですね、ほぼほぼ乾いてるっていうか、水水滴がつきませんので、だから浸水してないってことですね。これで外してみますかね。そうですね。水は全く入っていないようです。で、本体もですね、一応チェックしてみます。水で濡れた形跡はありませんね。はい。ということでですね、クロスツアーさんの、CT7000 ですかね。これはですね、一応水中撮影で耐える構造になっているということですね。まあ、嘘を偽りなく、水中撮影ができるということですね。
非常に優秀で安いですね。3000ちょっとぐらいで手に入りますのでね、これもう使い始めてですね、私去年ですのでもう半年以上はこれを愛用していますので、そんな形でですね紹介させていただきました。これこの動画ですね、プロモーションでも何でもありません。私の独断と偏見でですね、私の持ってるカメラをちょっとご紹介させていただいたということでですね、ご理解いただければと思います。